速いボールでインサイド、ここは捉えた柳田、セカンドランナー回った、同点のホームに帰ってきました柳田、同点のタイムリーヒット。松井裕樹もインサイド、そして速いボールで攻めたんですが、ただ柳田が今度はそれを弾き返していきました。コースライン外のボール合わせて、ここもヒットにしました柳田、今日2本目のヒット。先ほどは引っ張っていきましたが、今度は逆方向に持っていきました、はい、今シーズンっていうんですかね、はい、まあ、こういうことができたからこそ打率が上がってるんじゃないかなと、はい、もう2位以下をだいぶ離しているという。